さあ皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。こんにちは、宮崎郁美です。久しぶりですね、郁美さん。久しぶりです ね、こうやって一緒にスノーボードするのが。ようこそ野沢温泉へ。ありがとうございます。こうもう今日はもう極上の野沢温泉のパウダーの日に、なんと私先ほどまでバッチテストを受験しておりました。合格おめでとうございます。ありがとうございます。やりました。FJ1 級です。2級1級と郁美さんに見てもらって、はい、いよいよ私もこれで一級所持者になりましたね。大変恐縮ですか。いやいや楽しかったです。あんなテンス見たことないです。で、郁美さんのこの SAJ の技術はこういう方向に進んでいってるんですよっていう話がものすごく興味深くて、はい、あ、いいなって思いましたね。あの山を上から滑るためのみたいな感じ。あと検定もこう下からきちんと積み重ねていくっていう考え方がとってもいいなと思って共感しました。スノーボーダーとして共感できました。嬉しいです、はい。まるで私がね、あれでも君が作ってるんですよね。全部で、ね、全部1から10まで。あ、違うんですね。もう1デモンストレーターなんですけども。いや素晴らしいです、はい、去年のチャンピオンですからね。ありがとうございます。そして検定とスクールの業務も終わったので、はい、これから郁美さんがフリーライン一緒に付き合ってくれてるので、はい、もうぜひ一緒にっていうので野沢これから2人で滑りたいと思います。よろしくお願いします、うん、知ってますよ郁美さん、今日ブーツが新品ってこと僕知ってます、はい、新品です。そして今までよりも硬いエンパイアララがなくなってエンパイアになったんですよね、はい、そうなんです。こんな硬いブーツはしてこんな柔らかい雪でバッチリホールドされながら一本お付き合いいただけるなんてありがとうございます。行ってきます。行きましょうか。はい、やりました。郁美さんとこれからフリーランです。イエイ。今年はずっとこんな雪ですか。そうですね、もう今年はだいぶ降り続いてますよ、本当に。ですな。メローな中にもアグレッシブなスタイルがあって。郁美さんはスノーボーダーですね、やっぱりね。それをすごく感じます。なんかデモンストレーターっていうと、はい、カービングしてるイメージ持つ方結構多いなと思うんですけど、あ、はい、そうですね、スノーボーダーだなと思うんですよ。ありがとう。なんかやっぱり、逆にこうパウダーも、うん、グルーミングバーンのカービングみたいな、ああいう綺麗のあるものも、うん、私の中ではそんなにこう大きな、なんて言うんだろう、何かが全然違うっていうイメージあんまなくって、はいはい、それこそこのね、なんか板が立ってる量が違うとか、はい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 、ノーズに乗ってる量とかテールに乗ってる量がちょっと違うとかっていうぐらいなんですよ。だからあんまりセッティングもそこまでいじらずに、うんうん、大体こういうコンディションも、うん、それこそ大会に入ってる時もこんな感じで滑ってます。いいですね。その辺をやっぱり自然とやるのがやっぱスノーボーダーだなと思うんですよね。なんかありがとうございます。雪質を知ってるっていう感じじゃないですか、はい、雪に合わせてこちら側でいろいろやりますんで楽しませてくださいねっていう感じがスノーボーダーだなって思って、まあ、主役は自分じゃないと思ってるんで。おー、すごい。主役は自分じゃない。郁美さん自分のこと大好きなのに主役は自分じゃないんですね。そうですね、主役はもう雪様かなと思って。賛成です。それすげー賛成です。主役は雪です。郁美さん、今日板何ですか。今日板リールミーです。リールミーって郁美さんモデルのやつじゃないですか。はい、エランのシグネチャーリール宮崎って覚えていただければいいです。リール宮崎の MI なんですね、はい、で、まあオールマウンテンボードっていう。本当は書いてあるじゃないですか。はい、イメージでオールマウンテンですね。郁美さんの野沢のスノーボードが、はい、注入された、
注入してます。注入された板ってことですね、エランの。そう、特徴としてはリアキャンバーって言って、ちょっとキャンバーの位置を後ろに下げてるんですよ、うん、へー、面白い。なんでこうイメージで言ったら何ですかね、漕いで滑るみたいなのがすごい楽しい。なるほど、板になってます。パウダーなんかもじゃあ前に前に推進する感じが面白そうですね。そうですね、だから面白い動きします、ね、パウダーとかでも。へー、なんかイメージで言うとね、このぐらい深い時にはこのね、普通にラウンドのツインのね、キャンバーとか難しいかなっていう感じなんですけど、うんうん、やっぱリアキャンバーだから少しセットバックしなくても、ちょっと自分のポジションを後ろに置いといてあげるだけで漕いでいけるんで楽しい板です。すごい板です。エンディングは？はい、あ、エンディング、これイクミさんモデルのビンビングなんですか？僕展示会で見ましたよ。恐縮ですね、はい、このコーラル、トリロジーのこのカラーはもう宮崎イクミモデルですねってふうに僕は決めたんですよ。ありがとうございます、はい、コーラルっていうカラーなんですけど、はい、もう鮮やかですよね、ね、本当すげえ目立ちいいな、かっこいいなと思います。綺麗な色です、はい、セッティングどんな感じですか？あ、セッティングは今日は前足が24、後ろ足がマイナス3です。フリースタイラーですね、じゃあね。フリーライダーぐらいですかね。だいたいいつもこんな感じなんですけど。素敵なセッティングでありがとうございます、はいはい、スタンスはちょっとこだわりがあってね、はい、だいたい53、4取れるようにしてます、うん、こだわりがあるって言ったにもかかわらず3、4っていうアバウトの感じがイクミさんっぽくていいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あの辺でブーって言って、はい、入っていく感じですか？林ジョイを、林ジョイを、はい、もう多分林が切れるぐらいから結構まっすぐ行かないとズームするんで、はい、了解しました。ズームしないように行きたいと思います、はい、雪と野沢の地形を知るスノーボーダー宮崎組さんですね。じゃあね、でんそういうやつですよね。じゃあ行きますね。あー、良さそうですね。やばい、あー、またやってしまった。すいません、お待たせしました。いやー、温泉に浸かるところでした。パウダー温泉に、パウダー温泉でしたね、はい、最高ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ひきめさん、はい、お疲れのところありがとうございました。とんでもないです。はい、朝からの大雪で非常に軽すぎるパウダーで僕も埋まるところでした。最高ですね。最高ですね、うん、そんな育美さんを目指すには何をしたら育美さんになれるんですか？いや、そんなすごい恐縮です。スノーボーダー宮崎育美を目指すには何をしたらいいですかね、いやでもなんだろうな、こう一番は斜面と雪をちゃんと見るっていうか、うん、あー、なるほど、感じ取るっていう方があれですかね。感じ取る、はい、なんで、すごい見た目変な感じなんですけど、こう鳥になろうとかよくやるんですよ。鳥？はい、ちゃんと自分の、うん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 、自分はちゃんとこの斜面を見えてますか、うん、みたいな、おこうやってやって、でこう横から見た時に、うん、こう斜面と、うん、この鳥は合ってますか、うん、とかやったりします。なるほど。あとやっぱ雪面のコンタクトですね、はい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 、雪を削るとか、うん、こうグリップさせるにしても、うん、こうどういう雪にはこういうのが適してるよっていうのを、うんうんうん、もうそれ経験値だと思うんですけど。なるほどな、はい、斜面と雪っていうのをすごく、うん、もうなんて重きを置いてっていうか、はい、もう一番もうそこからスタートっていう感じ。おー、なるほど。斜面見て雪感じて、うん、そこがスタートっていう感じ、はいはい、技術だったりとかもうその次ってことですね。もっと全然後ってことですね、うん、そう、足場とか斜面を感じ取れるようになるとおの、うん、ずと必要なものが揃ってくるかなって思って。おー、すごい、やばい、すごいですね。なんか神様みたいな言い方しますね。、はい、そんな宮崎組になろうと思ったら、はいはい、野沢に来た方がいいですね、じゃあね。あ、いや本当、やっぱいろんなスキー場行かせてもらってるんで、うん、どこのスキー場もやっぱ素晴らしいんですけど、うん、なんかこう私はここの山で教えてもらった、うん、山がね、うん、山とか斜面とかが、うん、こう自然とくれた技術とかもいっぱいあるので、はい、それを
もう元にじゃないですけど、うん、それを元にお伝えするのが、うん、一番早い、うん、はい。なんか今日はこうやって一緒に滑らせてもらって久しぶりにね、うん、やっぱり野沢を滑る郁美さんは非常に生き生きしてるし野沢でこんなに雪が降ってこんなボコボコなのにあの突っ込んでいく感じはやっぱり雪と斜面を、はい、それこそね先ほどの話知らないとできないことだろうなっていうふうに思ったんですよ改めて。なるほど。だからスノーボーダーだなと思います雪とこの下り坂をしっかりと知るっていうことが、はい、スノーボーダーで、はい、それに合わせて板をチョイスしてセッティングをチョイスして、うん、それが出来上がると初めて技術っていうところに取り組めるんじゃないかなっていうふうに非常に共感した次第です、うん、本当ですか、はい、なんか恐縮です。とんでもないです。ありがとうございます。非常にいい経験をさせていただきました。僕実はさっき埋まったんですよここまで。おお雪の中で板脱いで、はい、一生懸命上がってきてっていうのを10分ぐらい俺死ぬかと思ったんですよ、はい、すぐ見えてるのにみんなそこに、はい、っていうのがやっぱり雪を知ってた方がそういうことも起きないし、はい、雪を知るってことが技術の組み立てのベースになるんだなっていうふうに郁美さんの話聞いて改めて僕も思いました。ありがとうございます、はい、なんでぜひ皆さん野沢温泉スキー場で宮崎郁美に会いに来てください。あ、嬉しい。そして野沢はとってもいいスキー場なので、はい、雪質も様々用意してあるんじゃないかなと思いますんで ね、 そ う、 ですね。うまくなりたかったらまず野沢に来いってことでいいですね。じゃあね、いや本当ゲレンデのバリエーションも豊富ですし、うんうんうん、上から下まで滑ってくると、うん、全部雪質変わるんですよ。上とトップとベースの方で雪質も変わるので、はい、なんか1日で1本のランでいろんなものが勝手に吸収されちゃう感じです、うんうん、すごい。さまざまな物語がじゃあ、はい、出会えるんですね。いろんなものが。ストーリーイズスノー。おそれタイトルで喋って今回大丈夫ですか。ストーリーイズスノーって合ってますかね。わかんないけどスノーイズストーリーかな。どっちかわかんないけど、はい、まあいい言葉だなと思います、はいはい、そんな感じで今日は野沢温泉スキー場で宮崎郁美さんと一緒に滑りました。ありがとうございます。それではまたスノーボーダーの青木理恵でした。宮崎郁美でした。